エスプレッソは、任天堂の家庭用ゲーム機、Wii U に使用されている3 2ビット c p u のコードネーム、IBM によって設計された、45音無水プロセスによって製造されている。エスプレッソチップはルネサスによって製造された、マルチチップモジュール上に、AMD の GPU と共に載っている。2011年6月の E32011 で発表され、 2012年11月に発売されたヒートスプレッダー付き WEU マルチチップモジュールのイラスト、任天堂によって設計され、そのコンポーネントが AMD、IBM、ルネサスによって作られており、2012年の第26週に日本で製造されたことがマーキングされている。IBM と任天堂はエスプレッソが消費電力低減と処理速度向上の ため単一チップ上に3つのコアを持つパワーアーキテクチャのマイクロプロセッサであると明らかにした。エスプレッソ CPU と GPU は複雑さの低減、チップ間通信の高速化、消費電力低減、コストと基板上スペースの削減のためマルチチップモジュールとして単一の基板上に配置されている。2つのチップはルネサスによって マルチチップモジュールに日本国内で組み立てられる。エスプレッソチップそのものはニューヨーク州イーストフィッシュキルにある IBM の3 0 0、mm、トルウェハ工場で45ン無水技術で製造される。チップには CPU キャッシュ用として製造時にビドラムが埋め込まれている。その後、任天堂によっては確認されていないがハッカーや分解を試みたもの。 非公式の情報提供者によって名前や大きさ、速度などエスプレッソについての詳細情報が明らかにされた。マイクロアーキテクチャは先代のブロードウェイと月光、すなわちパワー PC750 ベースのプロセッサにかなり似ているが CPU キャッシュがより大きく高速なものになりマルチプロセッサ対応となった。Wii U の CPU 詰まるところのエスプレッソは IBM のサーバ向けハイエンド CPU パワー7から派生したとの噂があったが嘘であったことが分かった。エスプレッソはイドラムやパワーアーキテクチャなどいくつかの技術をパワー7と共有しているがこれは表面的な類似点に過ぎない。以下の仕様は任天堂およ及び IBM 双方が公式に認めるものではない。これらの情報は マー君の別名を持つハッカーヘクター・マーチンによるリバースエンジニアリングによって得られた。役中、6月役中、Wii 役中、Nintendo GameCube。ありがとうございます。